Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 75. 今日のインタビューは本能を育むお産&子育て世話人として活動されている森本咲さんです。インドネシアに留学されてインドネシア語の通訳をしているという珍しい方なんですけれども、今日はとっても可愛いサプライズゲスト、咲さんの赤ちゃんが声の出演をしてくださってます。そしてところどころ私の子供たちも後ろでうるさいんですけれども、まあお話すごく面白かったので、ぜひ最後までお楽しみください。こんにちは。大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは、自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。インタビューエピソードでは、世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる、明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。エピソードの前にお知らせがあります。4月後半から新しいプログラムを始めます。 Transform from Within Program といって、すべての変化は自分の内面からというテーマのプログラムです。私たちの今のセルフイメージは、過去の経験から自分が得たものの集大成。今のセルフイメージが未来を作ります。もし現実に見えている世界よりいいところに行きたい場合、セルフイメージを変えると、そうでない場合より楽に到達することができます。なぜなら、人間のセルフイメージが思考を生み、思考が感情を生み、感情が行動を生み、行動が結果を作り出すからです。ですので、結果を変えようともがいても、元の思考そしてセルフイメージが変わらなければ、必死で行動しても同じところをぐるぐる回ってしまいます。そういった考え方をもとに、まず自分の内面をクリアにして、そこから自分の心が喜ぶ仕事を締め、そして世に求められるような仕事を見つけたり、お金の実践的な知識や戦略を取り入れることにより、自分の求める未来をデザインするのがこのプログラムの目的です。3月中に個別の無料説明会を行いますので、興味のある方はショーノートのリンクからお申し込みください。今日は本能を育むお産、子育て世話人として活動されている森本咲さんをゲストにお招きしました。咲さんはインドネシアでの留学、就職経験を生かして、現在は大阪でインドネシア人のためにインドネシア語で妊娠や出産のサポートをされています。ご自身が出産した時に、日本にいるインドネシア人の妊婦さんが言葉がわからないために大変な思いをしていることを知り、このサービスを立ち上げたそうです。また日本人ママ向けにもおむつなし育児アドバイザーとして活動されています。咲さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。声だけでわからないと思うんですけど、はい、今とっても可愛い赤ちゃんが隣にありがとうございます。めっちゃ癒されるんですけど、10ヶ月になる第2子ですね。男の子です。可愛い、キョロキョロ、なんかずっと見てるんですけどあ、いやいやね、もう騒がしいかもしれませんが、よろしくお願いしますよろしくお願いします。じゃあ、まず自己紹介をお願いできますか。はい、ありがとうございます。先ほどね、ご丁寧に、ご紹介に預かったので、もうなんかもう言うことありませんって感じなんですけどはい、本能を育むお産&子育て世話人として活動しています森本咲です。紹介していただいた通り、インドネシアで留学をしていたということ
がありまして、主人もインドネシア人で、今2子、第2子まで生まれているので2児の母をしています。上の子は3歳半で、下の子が10ヶ月で、母親の立場として何かインドネシア人の方に、お手伝いできることって何だろうって考えた時に、インドネシア語での通訳、特にお母さんたちの妊婦検診とか、あとお産の時のヒンデーとかですねそういった通訳もさせていただいたりとか今はしています。で、日本人のお母さんにもおむつなし育児アドバイザーとか、あとその抱っこの仕方とかもですね、ベビーラップとかも指導させていただいたりということもやったりしていて、まあ産前産後の活動を主にさせていただいております。よろしくお願いします。そうなんですね。よろしくお願いします。はい。おむつなしってずっとおむつないんですか？ねえ、ドキドキしますよね。おむつ全くしないわけではないです。あ、そうなんですね。何ヶ月ぐらいからおむつなしなんですか？おむつなしっていうワードが結構ね、パンチが効いてるんで、おむつ全然しないのって思われがちなんですけど、おむつ全くしないわけではなくって、大人でもお手洗い行って、パンツを下ろして、用を足すっていう流れがあるじゃないですか。はい、子供もあれと一緒で、普段はおむつしてるんだけれども、まあ、タイミングを見て、おしっこしそうだなとか、排便しそうだなっていうタイミングに合わせて、おまるに座らせてみたりだとかっていうことをするんですね。なので普段は、いざという時のために一応おむつはしているっていう形になるので、安心してください。今もちゃんとしてます。あ、でもさっき、お手洗い行って、大量に生産してきました。出してきましたって感じです。なるほど、そうなんですね。ちなみにうちの、お姉さんは1ヶ月半の時からおむつなし育児をしていて、この人ももう生まれてその日からなるべくタイミングを見て、私のできる時に無理なくって感じですね。そうなんですね。そしたらなんかおむつが取れるのが早いとかそういうことですか？あ、そうですね。やっぱり、排泄の感覚っていうのがどうしても、紙おむつの発展とともに、どんどんこう、鈍りやすくなってしまってるんですよね。なので、そういった部分が、こう、排泄感覚を殺さずして、こう、なんて言うんでしょう。排泄感覚を殺さないままに、ちゃんとトイレで排泄する気持ちよさとかを育てていくことができるっていう感じだと思いますね。あ、そうなんですね。おー、なるほど、なるほど。それは結構、やればよかったみたいな感じです。ね、結構、お母さんたちとこう交流会とかをさせていただいても、そんなのもっと早くから知りたかったみたいな方とか、うん、トイトレの講座とかもさせてもらってるんですけど、あ、そうなんです、ね、もう、そんなの知ってればよかったとかね、おっしゃるんですけど、でも全然、それに気づけたこと自体が、なんかそうね、素晴らしいというか、うんうんうん、そうですよね。なんか一番最初にインタビューお願いしたいと思ったのは、そのインドネシアのお母さんたちをサポートされているってことで、なんかインドネシア語の通訳さん自体っていうのがすごい珍しいと思うんですけど。そうですね、うん、なんかインドネシアに行かれた元々のきっかけは何だったんですか？一番最初のきっかけは私、大学時代は東京に住んでいたんですけれども、大学時代の学生寮というか、大学を奨学金を借りて進学していたんですね。で、その奨学金の団体が運営している海外研修制度っていうのがあって、
その海外研修制度に参加したのがきっかけだった感じですね。やんちゃ坊主が。めっちゃ顔をペチペチしただからで。顔ペチペチされてますけど。じゃあその行く先は自分で決めたんですか？実は自分で決めたわけではなくて、とにかく海外研修行きたいっていう、海外行ってみたいっていう好奇心の方がすごく強くて、こうどこの国にいろんな派遣地があったんですけど、アフリカ、ベトナムとか、その中からもう私わかんない、選べないと思って、とにかく海外っていう方に意識がいってしまってたので、もう希望もくなんて言うんでしょう、第一希望第二希望とか一応出せたんですけど、もうそれも特に書かず、どこでも行きますみたいな。そしたらインドネシア。そうなんです。だから運命だったんですね、それ。運命だと私は思ってます。もしかしたら他に希望者がいないからここ行っとけって言われただけかもしれないですけど、でもまあまあそれも含めてご縁と運命と、またインドネシアに呼ばれたのかなみたいな。そうですよね。都合よく考えてます。インドネシアって実際住んでみたらどんな感じだったんですか？インドネシアの方がとっても親日家で、よくしてくださったので、道端でいきなり知らないおじさんとかに声をかけられることを繰り返して、私はインドネシア語を習得したと思っていて。そうなんですね。そうなんです。一番最初のインドネシアへの渡航は日本語教師の補助っていうボランティアだったので、もう周りも日本語できる人いっぱいいたし、多分あのおじさんたちがいなかったら私はインドネシア語全然できてなかったと思います。なんかこう、 あっちに行ったら何かあるよとか教えてくれるとか、そういう感じなんですか？もうなんか私が聞いてもすぐ教えてくれるし、何も話してなくても、たまたま隣にバスで座っただけとかでも、姉ちゃんどこから来たのみたいな。日本みたいな。なんか下町情緒あふれるじゃないですけどね。でも一応それがインドネシアで第二の都市だったので、結構大きい町ではあったんですが、日本でいうとこの大阪みたいな商業都市だったんですけど、うん、へー、はい、いいですね。すごく、すごく親しみやすい人たちばっかりで、もうインドネシア人大好きってなりましたね。それで最初行くことになったんだと思うんですけど。でインドネシアって言葉はどんな感じなんですか？インドネシア語はあれです、多分いくつかゆりさんもご存知ですよ。何？オランウータンとか。そうなんですか？そうなんですよ。あれ、オランが人っていう意味で、フタンが森っていう意味なんですね。ので森の人。語源はインドネシア語なんですね。あ、そうなんですね。だったり。なんかの言葉に似てるとかそういうのはあるんですか？別の言葉に。元々はマレー語？マレーシアのマレー語が、はい、語源になってるって言いますけど、まあ、でも植民地時代があったりとかっていうので、いろんなオランダ語とか、それこそ英語から来てる言葉もいっぱいあるし、いろんな言葉が混ざって出来上がったのがインドネシアって感じ、インドネシア語なんですね、じゃあインドネシア語はもう学校とかに行ってないんですか？インドネシア語はその一番最初のスラバヤでの日本語教師のボランティアをした後に、私自身もインドネシア語を勉強して、インドネシアで生きていきたいと思っていたので、その後インドネシア語の留学、語学留学に1年間出ることになります。インドネシアに行ってみて大変だったことは何ですか？インドネシアに行ってみて大変だったこと、なんかそうですね、パッと言われてそこまでなんかこう、もう大変ってなったことってあんまり実はなくって、すごく本当に
困ってる人を助けてくれる文化というか、もう近くにいる旅人にはこう手を差し出そうっていうマインドがすごく強いので、もうちょっと困ったらたくさん助けてくれたなっていう印象の方が強いんですけど、強いて言えば、とてものんびり屋さんな方々なので、時間が守れないとか。なるほど。とか、まあでもそうですね。私自身は、すごくインドネシアでの生活が居心地が良かったし、なぜ居心地が良かったのかなって考えると、すごく東京で過ごしてたんですけど、東京での生活がとっても忙しくって、学生とはいえどもうなんか分刻みのスケジュールの中で生活をしていて、でもインドネシアで過ごしてた時にそれこそ遅刻をしてやってきても何の悪びれもなく、遅刻をされた側も一切怒らないみたいな結構30分以上待ってたよねみたいなことがあっても、ああみたいな、普通に訪れるし普通に受け入れてる感覚がすごく価値観崩壊して、いい意味でですね、ああこれで生きてていいんだみたいなこう許し合って生きていけるって素晴らしいなっていう、インドネシアのマインドみたいなのにすごく居心地の良さを私自身が感じていたのかなと思います。そうなんですね。旦那さんがインドネシア人なんですけど、日本に帰られたのは、はい、お仕事が日本になったんですか？そうですね、インドネシアで私も働いてはいたんですけれども、日本に帰ってきたのはインドネシアのジャカルタで1年間働いた後で、一旦地元の徳島に戻ろうかっていうので、まあ、一旦地元戻って徳島帰って、徳島県って田舎なので介護施設がすごくたくさんあるんですね。でそこでインドネシア人の介護士さんがたくさん働いてらっしゃったので、そこで働き始めるんです、介護施設で。でそこの友人が、まあまあインドネシア人の友人なんですけど、そのつながりで主人を紹介してもらってっていう。あ、日本で。そうなんですね。あ、はい、日本で知り合ったんですか？そうなんです。あ、そういうことなんですね。なので、なるほど、介護福祉士として働いてた主人とここで出会ってって感じです、ね。すごいですね。超ピンポイントな出会い。まあ、そうですよ。あ、でも確かにそうですよね。日本全体で見ると結構ピンポイントだと思うんですけど。だからもう私の中ではインドネシア人と絶対もうつながってるコミュニティでしか多分今後も生きていかないんだろうなってどっかで思って、インドネシアからも帰ってきてたので、結構自然な流れだったみたいな感じが、そうなんです。私の中ではあるんですけど。そうなんですね。じゃあ、今のお仕事をするきっかけは何だったんですか？今の私の仕事をするきっかけは、まあ、一番大きなきっかけとしては、第一子を産んだことかなと思うんですけど、一人目の時に、助産院で、出産をしたんですね。で、二人目も同じ助産院で出産したんですけど、とっても私個人的に、助産院のいい意味で医療介入のない、こうとても自然なお産ができたことっていうのがとても私の中で価値観を大きく変えられたなという出来事になりまして、でその助産師さんともずっと産前産後を通してずっと今もお付き合いがあるんですけど、その助産師さんからむしろ
一番最初はお願いされたんです。そのああそうなんですね、はい、インドネシア人の方のお産があるから手伝ってくれないって一番最初に言ってくださったことがあって、で、あ、じゃあ行きますって言って、もうその日のうちにお産だったんですけど、あ、行きますって言って、そこが一番最初のきっかけでしたね。インドネシアの方結構いらっしゃるんですか？意外とね、いらっしゃいます。その介護士さんで来てらっしゃる方もそうだし、あの私のサービスを使ってくださるのは、あの旦那さんが留学で日本に来ていたり、お仕事で来ていたりっていう方の奥さんですね。そうですよね。だって言葉わからなかったら、そうなんですよね。怖いですよね、出産の時とか。そうなんですよね。特にあの妊婦検診で伝えられる話の内容なんかはとっても気になることだし、もうちょっとしたこと、日本語で私たちがコミュニケーションをしていたとしても、ちょっとだけ赤ちゃん大きいねって言われただけでもとてもセンシティブになったりとかもするじゃないですか。そういったところで、まあ、あのインドネシア人のお母さんたちも言葉が通じたら少し安心材料になってくれたりするんではないかなというふうに思って今活動をしてるんですが、はい、うん、そうですよね。だってなんかお産の、 あの妊娠の時とか国によって全然こういいと言われていることが違うかったりするじゃないですか、うん、そうですよ。あの日本のお医者さんとか体重結構厳しいらしいんですけど、アメリカの場合なんかそこまで言われないので、うん、あの日本の親とかにそんなに増えて大丈夫なのとかすごい言われたりとかしたので、なんか多分こうその方が国で経験してきたことと日本でやってることって結構違うような気がするんですよね。そうですね。あのだからすごく、まあ、日本もね比較的こう冷えとかには敏感な方かなと思うんですけど、インドネシアの方もやっぱり熱帯なので、日本の冬とかもすごく敏感になられるんですよね。赤ちゃん手足出してて大丈夫かなとかすごく心配されたりとかもするんですけど、まあ、そういった部分も助産師さんに相談しやすいように私がつなげていってあげれたらいいのかなっていうふうに思っています。そうなんですね。じゃあそのお仕事の魅力は何ですか？そうですね、魅力、私の感じる魅力としては、そのどこの地域にいても、どこの、どこから来た人であっても、どこの地域で住んでいたとしても、安心して納得して自分のお産ができるっていうのを、私自身が感じる分には、そういったお母さんたちの満足した笑顔とかが見れるのが私にとってはすごく魅力だというふうに感じています。そうなんですね。じゃあ逆に大変なところは何ですか？大変なところは、そうですね、あのやっぱり助産師さんにとっての当たり前、日本の助産師さんにとっての当たり前と、インドネシア人のお母さんたちにとっての当たり前、その例えば時間のこうゆったりさだったり、さっき私がお話ししたようなこととつながると思うんですけど、うん、その価値観の違いっていうのがどうしても少し出てきてしまったりとかすると思うので、そういったところでどうやってお互いに心地よくこうしていただけるかなっていうのを考えるのはちょっと難しい時もあったりとかすることもあるんですけど、文化の違いみたいな感じですかね。言葉の違いじゃなくて、そうですね、だから文化の違いの部分を言葉でどういうふうにつなげていけるかな、コミュニケーションの面でどういうふうに距離を
こう縮めていけるかなっていうところをすごく、はい、考えさせられます。なるほど。じゃあさきさん自身が心理的に一皮むけたとか、なんかブレイクスルーがあったようなことってありますか？仕事を通してっていうことですかね。あ、何でもいいです。何でもいいですか。はい、いやでもそうですね、やっぱり一番最初にインドネシアに行った時にとても価値観をこう崩されたので、いい意味で、あれが一番大きいブレイクスルーだったんじゃないかなっていうふうに私自身思いますね。それはなんか どういう感じで変わったんですか？もともと私はその東京で生活をしていて、で、まあまあ日本全体的に言えることかもしれないんですけれど、やはり真面目な民族という言い方をするとあれなのかもしれない、語弊があるかもしれませんが、やっぱりどうしてもこうしなければならないとか、みんなと一緒じゃなければならない、時間は守らなければならないっていうルールに羽交い締めにされていたなっていうのをすごくインドネシアに行った時に感じたんですよね。で、まあインドネシアの人たちと関わっていく中で、あ、なるほど、こんな風にこう朗らかに生きていっていいんだなと、多少遅刻しても。お互いに許し合える文化であったり、助け合える文化だったりっていうのを大事にされてる、あのインドネシア人の皆さんに出会ったことがとても大きいきっかけだったなっていうふうに思います。なんか家族とかコミュニティで助け合う感じの文化なんですか？そうですね、いまだに町内会とかも、日本はだんだん文化が薄れてきてますけど、それこそ町内会みたいな文化もまだ残っていて、イベントごとというか、その宗教行事ですね、イスラム教の人たちが多いので、その断食明けの大きいお祭りとかをするときに、結構地域の人たちで一緒に作り上げたりとか、もう日頃からモスクで集まってとかっていうのが、ね、それこそ今コロナでなかなかできてはいないと思うんですけど、そういった文化は根強くあると思いますね。そうなんですね。そっかそっか。そういうのいいですよね。なんかね、昔の日本みたいな感じ。本当いいですよね。コミュニティがとっても強いので、つながりが。そういった部分で、そうですね。地域の人同士で助け合っていらっしゃる姿とかよく見かけますね。なんか日本にいるインドネシア人の方とかも結構、結束が強かったりとかするんですか？そうですね。各地域にそういったインドネシア人の集まりみたいなのはあったりとかして、私も関西の、今大阪に住んでるんですけど、関西のインドネシア人の LINE グループに入れてもらったりとかしてるんですけど、そうなんです。結構そういう SNS とかチャットとかを通してみんなそれぞれつながっていて、情報共有をしたりだとか、誰かが引っ越しをするとかなると、誰かが車出せるんじゃないかとか、結構それを、まあ、インドネシア人、日本に住んでるインドネシア人っていうつながりだけでやってたりとかするので、そうなんです。だからもう実際に知り合いとかいうわけじゃないけど、そのコミュニティでつながってるっていうだけで、人がこう動いたりとか。いいですね。なんか日本人だったら結構逆にこう遠慮しちゃったりしますよね。ね、助けを求められなかったりとか、ね、しがちだと思うんですけど、まあ、そういった部分でも、私もお仕事で助けてって言える場所があるよっていうのを伝えていけたらいいなっていうふうに思ってます。いいですね。じゃあこれからどんな世界を作って、どんな役割を果たしていきたいっていうのがあったら教えてください。はい、
先ほどもちらっと言っちゃったんですけど、その全ての女性が、全ての子どもたちが、自分自身で納得して決めていける世界にしたいなっていうふうに思っていて、まあ、お産にしてもそうなんですけれども、なかなかこう自分でこうしたいっていう意見を言っちゃいけないと思い込んでたりとか、まあ、そういう空気感が出ていたりだとかっていうので、自分の納得のいくお産ができないっていう状況があったりするんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。まあそういった中で、こう女性たち、また子どもたち、今これから輝いていく子どもたちが、こう自分自身で決定していって、自分自身で納得のできる人生を歩んでいけるような世界になってほしいなっていうふうに思ってます。いいですね、いいですね。なんか私自身は全然お産にこだわりとかなかったから全くわかんないんですけど、でもなんか、そうなんですね。アメリカはもうすごいいろんな考え方の人がいるから、本当にもう、すっごい自然派で、もうなんかなんだろう、水の中でとか、いや、バスタブの中でとか、家でとか、まあ、本当にすごい、医療が発達してるから、陣痛促進剤みたいなのを打って、なんか決められ、計画分娩みたいな感じ。そうそう、とか、なんかね、もうすごい両極端で面白いんですけど。なるほど。まあ、それも選択肢ですよね。なんかそこにまつわるリスクがあるのかないのかとか、こう情報がまず少ないというか、情報に出会える機会もなかなかなかったりとかするかなとも思うんですけれども、まあ、そういった選択肢があるっていうのは一つの豊かさかなと思っていて、女性にとっても、その、まあ、子どもたちにとっても、こうそれぞれの方にとってのいいなって思ったり、ワクワクするなっていう気持ちって、一種の勘のようなものだと思うんですけど、シックスセンスというか、そういったものをこう 100% 発揮して、情報、数ある情報の中からこれっていうのを選べるっていうのが一番大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね。本当ですよね。そうですね。だから私自身も、自分自身が助産院で産もうって思えたきっかけって、たまたま、すごくお世話になった先輩というか、恩師と言える人がいるんですけど、それこそ一番最初の海外研修に出発するために、インドネシア行ってみたらって背中を押してくれたスタッフの方だったんですけど、その人がフェイスブックでたまたま、こう、助産院で出産しましたっていうのをアップしてたんですね、フェイスブックに。それをたまたま見て、へえ、こんなお布団の上でお産ってできるんだ、みたいな。病院出産しか選択肢がないと思っていた私にはすごく、こう、びっくりする出来事というか、で、それが記憶に残っていて、自分の妊娠した時にすぐに助産院を探したっていうことがあったんですけど、まあ、そのおかげで私自身はそれが納得のいくお産だったので、そのお産を経験できたことがすごく幸せだったし、まあ、こういった自分自身で決めて、自分自身で納得のいくこう人生を歩むことができる人たちを増やしていきたいなっていうふうに思ってます。おこがましいですが。いいですね。じゃあ、最後なんですけど、今立ち止まってもやもやしている女性に、どうすれば一歩を踏み出せるかどうか、アドバイスがあれば教えてください。はい、なんかそうですね、私ももやもやしながら常に選択と何て言うんですかね、選択と決定を繰り返してるなっていうふうに思うんですけれども、
まあ私自身がちょっと特殊な今このインドネシア語のお産の通訳みたいなのをやりたいって思って飛び出せたのはきっとそのなんて言うんでしょう、ワクワクする、自分の心の底から湧いてくるワクワクするっていう気持ちに素直に動いてるかなからかなっていうふうに思っていて、でチャンスっていうのは必ず私準備できてないですっていう時に訪れるものだっていうふうに私は思っていて、えーってびっくりするような時に訪れるチャンスにイエスってまずとりあえず言ってみるっていうふうにしてます。今回このゆりさんにお話しいただいたのも、私なんかでいいんですかって思ったんですけど、でもこれはなんだろう、私、今の私に必要な経験として神様が与えてくれてるご縁とチャンスなんだと思って、はいってその場でお返事させていただいたんですけれども、 E メールで。ありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございます。はい、なのでもうそういったチャンスっていうのはまず自分の準備ができてる時には来ないと思うことにしているのと、とりあえずイエスと答えた後にチューニングするみたいなところ。あ、なるほどなるほど、もう分かります分かります。えいって感じですよね、うん、私もそんな感じです。本当ですか。いつもいやいや、ゆりさんはあの実力がある方なので大丈夫な私は必死こいてこうどうにか そっちにチューニングを合わせて頑張らないといけないんですけど、まあ、そういうのをこう繰り返していくうちにどん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 自分自身が成長していけて自信につながっていけばいいんじゃないかなっていうのを日々今トレーニング中です私。はい、あ、まあ一生トレーニングですよねきっとね。本当いつもトレーニングな気がする。そうですよね、まあ、でもトレーニングのこのステップがどん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 上がっていく感じっていうのが、そうですそうです、ゲームがなんかレベルアップするみたいな。本当ですね。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃ あ、最後にですね、今日のインタビューを聞いてさきさんにフォローしたいとか、なんか、情報を持ってほしいとかいう方がいらっしゃったら、どうやってつながったらいいですか？そうですね。インスタグラムでつながっていただけたら、一番アクティブにインスタグラムを使ってるかなと思うので、インスタグラムで、はい、連絡をくだされば、そこでつながっていけると思うんですけれども、他にも SNS 各種一応やってはいるので、私のインスタグラムをフォローしてもらったら、それぞれの、リンクがトップページというか、プロフィールのリンクに入ってますので、そちらからいろいろ見ていただけたらいいかなと思います。はい、わかりました。はい。インスタグラムなんですけど、さっき、アンダーバーバースドットペアレンティングっていうちょっと長めなんですね。あ、わかりました。じゃあ、はい、貼っておきます、リンク、ショーノートにリンクを貼ります。はい、じゃあサクさん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。もしこの配信がお役に立ったという方がいらっしゃったら、ぜひお友達とシェアしていただくか、または配信登録、星マークポチ、レビューの方などよろしくお願いいたします。2021年は無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインで動画配信もしていく予定です。自分も世界も変えていきたいと思っているメンバーとともに、一緒に高め合っていけるようなグループにしたいので、興味のある方はショーノートのリンクからぜひ参加申請をお願いします。最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって夢を実現できる人になるコーチングセッションに興味のある方は、メールアドレス info@yurid-media.com からメールまたはショーノートのリンクからお申し込みください。現在、モヤモヤからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。
これもショーノートにリンクがあります。